よいしょ。このトークン持ったままそっちに行ける。ビューン。強いな、ハグ。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アドルザスガです。さあ、今回はですね、ハグで必要な狩り、そして雲、こちらを持ってきました。これで、まあ、一発ぶん殴って、お伏せにして、で、乗ってる間に、まあ、板倒したりして、壊せば必要な狩りで早くなるし、それしないなら、どっかね、誰かが罠踏んで、そっちに飛んで、ほい。よいしょ。別の人を追うとき、雲が発動して、一等軍、まあ、5% 早い状況でチェイスができるっていう。そんな感じ。はい。これまあ向こう一個つくかな。とりあえず全部の発電機には罠設置してるので、ほい、よいしょ。小屋か、小屋だね。ほい、チェイスが発動する前に、これで、あとイタチ、よいしょ。で、これは足をそう、これでいいかな。よし、 OK。 はい、このパークのね、残念なやつね、倒す頃にお伏せになるっていうね、しまいらない。ほい、ドン。これいないのか。ほい、おっと、ちょっと裏にも書いとこう。んで、こっち側に逃げようとしたときに、そことここと中央で守るか。来ているね。まあちょっとここはまあハグなので、キャンプ目に。うんうんうん、ここさえ交代すれば。お、おい、何掴んだはず。よいしょ。さあ、これで雲トーク、オッケー。よし、で向こうに、おっ、おっと、はいはい、これまあ全然釣りループできるからいいんだけど。で、追いつつ、多分上の発電機触ってるだろうから、イタチ入れて、オッケー。殴っちゃった。ほい。ビューン。下罠発動。殴っていっ、オッケー。あ、そっち行ってくれんの？そっち行ったらもう大変よ。その一瞬の迷い。どこ行った？レベッカちゃんは？はい、置いといて、でこっち側も置いといて、レベッカ見つけられないから、はい、どうも。ちょっとこのヒント釣りになるし、まあ、いっか。で、はい、あら、ここにもある。うまい。これで
これでどっか誰か罠踏んだら、どうも。よし。今ね、誰かが罠踏んだら、そっちの奥にいるな、誰か。すげえ。よいしょ。雲トークン持ったままそっちに行ける。ビューン。強いな、ハグ。お、これでしゃがんでいかないとね、ハグさんは。しゃがんでいかないと出てきちゃう。よし、OK。で、救助に来そうな動線に書いていく。はい、ボス。おい、この人知ってそうなんだよね、対策。ハグってね、この後ろ向きで走っていけば、あれなのよ、罠かからないのよ。なんだろう、こう画面の方向に向かって走っていくって言えばいいのかな。そうすると、OK、さっともらって、そう、ここにある、OK、はい、よいしょ、ドン。画面側に向かってね、こう、なんだろう、サバイバー的に、視点的には、まあ、後ろ向きか。後ろ向きにこう、ぐーっと走っていくと、罠踏んでも、ハグに追いつかれることなく逃げれるっていう。お手もいじってね。オッケー。よいしょ。どんどん。さあ、今のところ、クモトークンを取って、持ったまま移動するってことはできてないですけれども、ただただハグがうまくいっているというだけの動画になっている。そこでドン。オッケー。こっちか。それ踏むんじゃない？オッケー。綺麗に決まってます。ただただハグが強いのが。さあ、ここでも救助効果になるから、これで。OK？ よし。んで。マジか。これ左行ったら罠踏みますよ。あ、ギリ踏まない？マジ？正面行っても罠踏む。 OK。 鼻鳴っちゃった。ハグが強かったです。起きるんかい。クモトークもらって、はい、終わらんで、踏むか、まだ。ここで、これどっち？あ、この人か。ここ行ってみるか。いや、いけないや。オッケー。うまい、うまい。さあ、ここで渇望がたまれば、オッケー。普通のキラーより早いんじゃない？よいしょ。ここ毒は減らさん。
よし。オッケー。ドン。右奥でしょ。右奥、まあ90来ないと思うけど、来ないな。とりあえず片側に片側通行でき一方通行にして、はい、よし、 OK、 OK、 これでよし、オッケー。もうどこ行っても踏みます。反対側行こうもんなら踏む。で、私には一等君あるから、足が速い。こっち側封鎖することさえできれば。こっちにはないね。じゃあ向こうだ。うん。もうこれ、こっちが来れないですからね。向こうにいたら。あ、ちょっと待って、これゲート、両側か。罠置いてから行きたかったね。ちょっと待って。あるとしたらもうここなんだよ。ちょっと待って。あ、OK、OK、戻ってください。あぶねえよーし、道路整備しといてよかったということで、普通にクモハグいいんじゃないっていう動画だったね。はい、普通によかった。あぶねえ。まあ次のね、アップデートでもっと強化入るから、多分結構、あ、ここでした。危なかったです。では次回もお楽しみに、チャンネル登録またの方はぜひともお願いいたします。ではまた。